いや、大変ですね、これ。駅の近くにあるのは結構びっくりしましたね。なんか電車で行けるんだっていうのは。なんで10年前に来た時に比べたら今はいっぱい人いたもんね。あ、そうなんだ。うん。ございます。じゃあ掛けになってます。インスタントハウスって建物なんですけど、谷川岳の麓っていうのあの大自然に囲まれている。あと、みなかみ地方の人のすごい温かさっていうのが大きなポイントかなと思っております。どんなところだろうっていうのをちょっと想像してもらって、ちょっとワクワク感を醸成しつつの一段一段上がってきていただければなと思っております。